ワスプ -17B は、ワスプ -17 と呼ばれる恒星を公転する太陽系外惑星である。2009年8月11日に発見が報告された。中心性の時点と逆向きに公転している可能性が高く、初めて発見された逆光惑星である。また誤差による不確実性があるが、ワスプ -17B はそれまでに知られていた。 どの系外惑星よりも大直径かつ低密度の天体と考えられている。ワスプ -17B はイギリス・キール大学のデイビッド・アンダーソンのチームによって発見された。彼らは太陽系から先行年離れた距離にある恒星ワスプ -17 を調査し、巨大ガス惑星が恒星の手前を通過する際の原稿を乱出すことに成功した。観測には、 南アフリカ天文台の望遠鏡アレイが用いられ、スーパーワスプサーベイが発見した17番目の惑星として現在の名前が与えられた。初期の観測では惑星の巨大さが明らかになった。さらに、ジュネーブ天文台が主恒星の視線速度の変化に対応するドップラーシフトを測定し、惑星の質量と軌道離心率を求めた。また、 ロスター効果の測定により、ワスプ -17B が、主星の時点と逆方向に降点していることが明らかになった。ワスプ -17B の直径は、木星の1.5から2倍、質量は、木星の半分程度である。平均密度は0.08から0.19グラムマイリッポセンチメートルで、木星の1.326グラムマイリッポセンチメートルや、 地球の5.515グラム毎立方センチメートルに比べてかなり低い。これは惑星が恒星に接近した大円軌道を持つため、潮汐摩擦により内部に熱が発生しているためだと考えられている。またワスプ -17B は軌道傾斜角が150度の逆光軌道を持つ可能性が高い。事実であれば逆光惑星が発見された最初の例である。 これは、ロシター効果と呼ばれる現象の観測に基づいている。ワスプ -17B が逆光軌道を取るようになった原因は明らかではないが、他の惑星と接近した際に強い重力散乱を受けた円軌道に弾き飛ばされたという説や未発見の晩成から古材メカニズムを通じて影響を受け、少しずつ軌道傾斜角が変化したという説が唱えられている。エクソイオである。 ワスプ -17BI が存在する可能性が示されている。ありがとうございます。